さあ、では進藤の話聞いていきましょうか。行こう。進藤くんは何系が多いかな。まあ定番ですよね。定番系のやつが多い。とうとう俺の番か。俺は3年の進藤誠だ。みんなよろしくな。俺が話すのはトランプにまつわる話さ。今大統領選真っ只中ですけど。あ、こっちのトランプね。まあ当然です。はい。なんか、昔っぽいから、バイシクルとかじゃないねや。遊んだことないやつはいないよな。シージョはトランプ好きか。まあまあ、どっちでもないっす。トランプ好きですみたいな、あんまいないような気がしますけど。なんだよそれ。男ならビシッと決めろよな。好きなら好き、嫌いなら嫌いだ。ちなみに俺は割と好きなんだよ。お前、ビシッと決めてへんやんけ。お前ファジーに言ってるやんけ、割と好きって。お前、俺は好きなんだよでいいやんけ。なんで割とってつけたやん。だってよくできてるじゃんか。たった52枚のカードであれだけいろんな遊び方があるんだからな。まあ確かにね。しかも一人でも遊べるし、大人数でも遊べる。場所も取らなきゃ、用意するものもカードだけあればいい。それであれだけ楽しめるんだ。すごい、もう、ハローマックの回しもんちゃうこれ。トランプのことすごい押してくる。最近はゲームもいろいろ進化したけど、トランプに勝るものはないと思うね、俺は。そうかな。まあまあ、多種多様に遊べるし、手軽っていうのはいいっすよね、確かにね。あれを考え出したやつってのは本当に天才だよな。俺は真面目に尊敬するぜ。まあ確かにな。それに53枚目のカード、あれが効いてるよな。効いてるね。ジョーカーってやつだ。はい。あの存在がトランプをより面白くしてくれる。あのジョーカーが入るだけで遊び方の幅がぐっと広がるんだからな。まさに魔法の一枚だ。西洋ではジョーカーを不吉なものと考えているらしいけど、なんとなくその気持ちはわかるぜ。ジョーカーなんて頼りになる時もありゃ絶対に欲しくない時もある。要するにどんな扱い方もできるオールマイティーカードだ。そういう得体の知れないものを人間は本能的に嫌うもんさ。なんだ、どうしてトランプと学校の話が関係あるのかって。確かに、そう焦るなって。今から話を始めるからさ。確かに。俺のクラスに大倉和夫ってやつがいてな。やつは実に世当たりがうまいんだ。世当たりがうまいというか、ちゃっかりしてるっていうか、まあはっきり言えば金にうるさいんだよな。ほう。俺はどっちかっていうと大雑把の方だから、財布にいくら入ってるのかもあんまり数えないんだ。ほんほんほん。金なんか気にしていたってすぐに使っちまうだろう。いやまあ高校生が言う言葉ちゃうけど。まあまあまあ、確かに高校生ぐらいの時はバイト代とかも全部使ってた。うん。シリーズ、お前はどうなんだよ。金にはきっちりしてる方なのか。いや、まあやっぱあんましてないですね。そういうやつは気をつけろよ。大倉の世話になるからな。大倉は何？金貸し？大倉ってのはさ、学校で氷貸しをしててな。おお、それでかなり儲けてるんだよ。もちろん犯罪だぜ。許されることじゃない。でもな、利用するやつが多いんだよな。あの、お金貸すっていう商売ってね、なんか因果なものでね、その、悪く言われることは確かに多いんですよね。結構。ただ、実際困ってる人っているから、僕も散々借金してますけど、実際お金ってやっぱ、借りたい場面ってあんのよね。そう、まあその金利とか高利とかやとさ、またあれなんでしょうけどね。高利貸しといってもただ金を貸して利息を取るだけじゃない。学校で数々の悪どい商売をしてるのさ。物の売買から宿題の請け負いやギャンブルの元締めまで。めっちゃすごいやん。もうちょっとした会社やん。商品に関して言えばコンピューターでもスキー板でも大倉に頼めばどんなものだって安く手に入るって話だぜ。すごい調達屋や。もっとも全部万引きしてきたものらしいけどね。あかんやん。犯罪で犯罪を行っていくスタイル。すっごい豪快やな。それにすごいのがギャンブルの元締め。おうおうおう、これ何なんこれ。ギャンブルの元締め。どんなのかわかるか。トランプ使うのかな。例えばどこかで喧嘩が始まるだろう。ほう。するとどっちが勝つのか配当金。うわ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 。マジか。マジ。野球賭博とかサッカー賭博みたいなこと。どっちで勝つのか配当を決めてみんなにかけさせるブックメーカーや。それでその収益をいただく。損をすることがあるのかって。いや、大倉に限ってはないね。どうもその喧嘩ってイカ様らしいんだよな。そこも踏み込むの。手数料的な収入だけじゃなくてそっちも踏み込む。喧嘩をする二人はグルで、最後はどっちで勝つか最初からシナリオができてるのさ。八百長。それで大倉にとって利益の大きい結末に自由に変えられるって寸法だ。
喧嘩とは名ばかりのショーだよな。これを知ってたらめっちゃ利益取れるけどな。つまり大倉にとって利益が大きい方にかければいいという話になりますからね。まあみんなそのショーを楽しんで見てるんだから見物料ってとこか。だからあいつはかなり羽振りがいい。不良連中にたかられるのかっていうとそうでもない。儲けた金で用心棒を雇ってるぐらいだからな。すごいなおい。あいつが大人になった時のことを考えるとそれは恐ろしいぜ。めちゃくちゃすごいやつやで。大物になってるな今頃。でもきっとものすごい商売になっちまうんだろうな。いやそうやと思いますよ。すごいもん。それで本業の氷菓子の話だ。おっと本業学問か。一応あいつも学生だもんな。まあ固いことは抜きにしてだ。氷菓子ってわかるよな。金を貸してそれに高い利子をつけて返してもらう商売だ。トイチって知ってるか。トイチってのは10日で1割の利子をつけることを言うんだ。そしてその利子を払えなければ最初借りた元金に上乗せされてどんどん借金が膨らんでいくって仕組みだ。大倉はえげつないぜ。トイチで金を貸してるんだからな。トイチね、きちんと証文まで取るんだぜ。しかもこの後がすごい。わざと利子を受け取らないのさ。最初は笑顔で近づいて金を貸すだろ。それで借りた相手が約束の期日に返しに行く。するとどういうわけか大倉のやつは姿をくらましちまう。だから金を返せない。そして日にちだけが過ぎていき、そろそろ返せないほどの金額に膨らんだ時に受け取りに行くわけだ。めちゃくちゃやん。だからすぐに返せるレイクとかはすごいいいんや。いつでも返せる、スマホからでも返せるみたいな。用心棒を引き連れてな。大人の世界でもここまでえげつない話は聞かないだろ。だから近くの学校の不良ども大倉には一目置いていてな。結構影のボスのような存在になっているって噂もあるほどだ。お前も大倉には気をつけろよ。あいつは鼻が利くからな。金のない奴の匂いを嗅ぎつけるとどこかから現れてそっと忍び寄ってくる。そして甘い誘いを持ちかけるわけだ。なあ君、お金ないの？安く貸してあげるよ。てな。それでトランプの話だ。その大倉が大のギャンブル好きでな。自分もギャンブル好きなんや。自分でもイカサマ喧嘩のショーアップをやってるぐらいだからな。もともと人生なんてギャンブルみたいなもんさ。大倉を見ているとその言葉が心からうなずけるから不思議なもんだよな。いやでもめっちゃ計算づくのギャンブルやからな、大倉の場合は。ギャンブルと言いながらもね。あいつはな、特にトランプに目がないんだ。ポーカーやブラックジャックって言ったらすぐに飛んでくるぜ。あいつが言っていたのを聞いたことがある。俺はギャンブルをするために金儲けをしてるんだってな。けれど弱いんだ。弱いんかい。そういうやつ強いけどな。どうしようもなく弱いんだよ大倉は。だからまだみんなに憎まれなかったのかもしれない。氷菓子で高い金利を取っていくくせにギャンブルにはめっぽう弱い。性分がないのさ。だからせっかく儲けた金を全部吐き出しちまう。それでみんなも高い金利を取られてもすぐに取り返せるからいいやってことになるんだろう。すごいシステム。すごい循環システム。世の中うまくできてるもんだぜ。これこそリサイクルやな。金は天下の回り物とはよく言ったもんだよな。どうだ、市場はギャンブルは好きか。好きですね。そうか、男なんてみんなそうさ。賭け事の嫌いなやつなんて基本的にはいないもんだ。そうかな。嫌いなやつもいますよ。はい。じゃあもう一つ聞こうか。お前ギャンブルは得意か。まあ、得意ですね。すごいなお前。自分から得意なんて言うんだからよほど強いのか、それともただのうぬぼれやかだな。おいおい、そんなに目を輝かせるなよ。師匠、お前の今の大倉の、お前今の大倉の話を聞いてカモにしようなんて思ったんじゃないだろうな。大倉をカモにできたのは昔の話さ。今じゃお前がカモになっちまうぜ。え？あいつには勝てないよ。どんなことをしてもな。あいつも賭け事に弱いうちは可愛かった。けれどある日突然強くなっちまったのさ。まるで人が変わったようにな。それからの大倉はもう金の亡者だ。それまで以上に借金の取り立ては厳しくなったし、扱う額も大きくなっていった。あるタイミングでギャンブル強くなった。そして毎日のように人を集めて教室の片隅でポーカーに興じたのさ。もっとも奴の周りに集まる連中なんていつも同じ顔ぶれだったけどな。俺は一度だけ奴らがポーカーしてるのを覗いたことがある。正式なルールだとポーカーにはジョーカーは使わないらしいな。もっともポーカーにもいろんなルールがあるから俺も詳しくは知らないけどな。あいつらがやっていたポーカーにはジョーカーが入っていた。俺は何気なく見ていたんだが、ふと注意してみると変わったトランプなんだ。スライムとかドラクエの絵柄が描かれているんだ。トランプの裏にはよく模様とか絵が描いてあるだろう。はい。あれ、気持ち悪い。キモ！あれが気味悪いんだよ。初めての絵ですね。いや、これはキモいな。女の顔が半分骸骨になっている絵なんだ。おー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 。
縦にちょうど真っ二つに割って、その左半分がむき出しのドクロなんだよ。そして右半分が冷たい感じの青い顔をした女なんだ。気味の悪い絵だったな。一体どこであんなトランプ売ってるんだろうな。俺興味があって聞いたのさ。おいオクラ、お前そのトランプどこで買ったんだよ。そしたらあいつなんて答えたと思う？海外土産骨董品、縁日の出店、拾った。これか、拾ったんだよ。大倉はそう言った。でも答える前に一瞬口ごもったのを俺は見逃さなかったね。大倉は嘘をついてる。だいたいトランプが一組そっくり丸のまま落ちてるなんて信じられるか。汚れてもいなかったしな。でもなんで嘘をつかなきゃならないんだ。なんか怪しいと思った。だからしばらくやつを見張ることにしたんだよ。うん。俺はしばらくゲームを見てた。そして不思議なことに気づいたんだよ。そのトランプのジョーカーってドクロなんだ。はいはい。うわ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 、出てきてる。思った感じとは違うけど、あの死んだ時のドクロ再利用されてる目の部分の開いた穴に黒い蛇が絡まってるのさ。はいはいはい。緑ですけどね、蛇は。気味の悪いジョーカーだった。でもな、もっと不思議なのは、そのジョーカーが必ず大倉の手元に来るんだよ。はあ、ポーカーってゲームはジョーカーは何にでも使えるオールマイティーカードだからな。そいつが1枚あれば相当有利にゲームは進められる。だから大倉のボロ勝ちさ。でも不思議じゃないか、どんな確率から言っても必ず大倉の手元にジョーカーが来るなんてありえない。まあイカ様やんね。そうイカ様でもしてない限り。それで大倉は必ずゲームに勝つもんだから誰だって面白くない。大倉を任せてやろうと何人かが挑戦したがダメだった。アリガネ全部巻き上げられて一巻の終わりさ。それでやつがイカ様をしてるんじゃないかって噂になった。そうやね、これはちょっと一回ね、ティーボンステーキの骨でトランプ作るしかないんじゃないか。当然やつとつるんでいた連中はイカ様の喧嘩のことも知っていたし疑って当然だよな。でもイカ様は現行犯でなきゃダメだ。ポーカーをすればやつの手元に必ずジョーカーが来るのは分かっているのに誰もその秘密を見抜けない。それ4、5、6歳と一緒や。動いてる時に取らなあかん、押さえなあかん。それにあのトランプを手にして以来、大倉は他のカードを使おうとしなかったし、ジョーカーを抜こうともしなかった。自然と誰も大倉とポーカーをしなくなった。それで大倉はどうしたと思う？そうやねん。どうしよう、氷菓子に励んだ。なんでやねん。ポーカーの相手を必死に探した。やつは必死に相手を探し始めた。ポーカーをやらなきゃ生きていられないというでも言うようにな。でもやつが強いのはみんな知ってる。誰も相手にならないさ。そうしたらやつはなんと金をばらまき始めたんだ。大倉に勝ったら賞金をもらえる。それでいて負けても金を払う必要はないって。もうポーカーやりたいただポーカーやりたいやつになってる賞金の沙汰じゃないな、ないよな。だけどそのおかげで相手になるやつが出てきた。まあノーリスクやもんな、これ。もちろん大倉強いからな、金を取られたことはなかった。そうなるとムキになるやつもいるもんさ。朝学校へ来るとすぐ大倉のところへ来る男がいたぜ。名前は小林とか言ったな。おっと小林、謙虚小林。とにかく授業時間以外、朝から晩までずっとポーカーや。おお、マネの虎以外は全部ポーカー。見ている方が疲れたぜ。でも大倉は嬉しそうだった。飽きもせずに何百回何千回とゲームを繰り返していたな。ある月曜日のことだ、小林が学校へ来なかったんだ。意外だったな。その頃の小林はポーカー以外に興味を示さなくなっていた。風邪気味くらいでポーカーをやりに来ないなんて信じられなかった。そんなおもろいポーカー、しかも欠けてないポーカーですよねえ。欠けてたらなんか金かけるから、そのポーカーってその何、恐怖心とか生まれて降りる降りひんとか発生するんじゃないの、そもそもが。よう考えたらやけど、かけてないポーカーでおもろいの？わからんけど、そのなんとなくゲームとして成立してんのかな。大倉に聞いたら土日は大倉の家でポーカー三昧だった。すごいなすごいですよ、土日もやっとった。ポーカー三昧って1枚やろポーカー。もうポーカー53枚か、50三枚や。前の日までそんなに元気だったやつがいきなり倒れるか。それはあるからね、別に。体調不良は。突然来るからね。でも本当にそうだったんだよな。なんかあったんか、ほな、土日に。見舞いに行ったやつの話じゃ、小林はえらく衰弱していたらしい。神経が衰弱してたんや、トランプだけに。カサカサした肌に落ちくぼんだ目。髪の毛も半分以上白髪になって、ブラックジャックやん。バサバサ抜け落ちていたらしいんだ。どえらいことなってるやん。それで遠くの病院に入院することになったんだよ。はあ。
そうなると困るのは大倉さん。またポーカーの相手を見つけなきゃならないんだもんな。でも小林の一件を知った俺たちはとてもそんな気になれなかった。なんやこの話マジで。大倉が小林に何かしたんじゃないかと思ったんだよ。大倉焦っていた。しまいにはポーカーに付き合っただけで一回1000円くれるっていうな。すげえ、すごいバイトや。これ大倉のポーカーに付き合うが株式会社っていうの作れるかもしれん。そんな怪しげな条件ってあるかよ。君やるがってみんな近寄るのも嫌がり始めた。そんなある日俺は大倉に捕まったんだ。やつはとにかく一緒にポーカーをやってくれって言うんだ。ほっとくと土下座もしかねない勢いだったな。だけど俺は断った。そしたら突然やつが悲鳴を上げた。もうダメだ、タイムリミットだ。え、どういうこと。そして倒れ込んだんだ。タイムリミット。慌てて覗き込むと白目を向いてピクピクと引きつってた。即座にヤバいと分かったね。その時やつから正気が消えた。中に電気が灯ってたのがパチンと消されたみたいだった。やつが死ぬ瞬間だったのかな。見たん、それ見たん。それ人が死ぬ時ってスイッチをひねったようにあんな簡単にいっちゃうもんなんだな。それからうつ伏せの背中から何かが抜け出した。もやもやとしたそいつは大倉から完全に抜け出すとまとまった形になった。なんだと思う。はあ、これイラストやで。これ半分が女で半分がドクロの大きな顔。そう、大倉のトランプの絵と同じさ。そいつは俺を見てニーッと笑った。そしてじわっと消えていったんだ。それが出てきたん、体から空気中に溶け出すようにな。大倉はもうこと切れてた。抱き起こした時胸ポケットからバラバラとトランプがこぼれたよ。それがさ、信じられるか。裏側が真っ白だったんだ。書いてあるはずのドクロ女が一枚残らず消えていたんだよ。あのドクロ女、ギャンブルの女神だったのかな。それとも悪魔か。大倉は悪魔と契約していたのかもな。それなら小林がああなった理由もわかるような気がするしよ。俺の話はこれで終わる。わかんないとこがあっても俺の話が下手なせいじゃないぜ。俺だって誰かが説明するんならぜひ聞きたいんだからよ。言い訳これ。意味わからん話の言い訳。はあ、まあまあ興味深い話ではありますね。うん、大倉がその1000円払ってまでとかタイムリミットだみたいなこと説明が全くない。何がタイムリミットなのか、どこで手に入れて、そのなぜジョーカーが来ていたのかが全く語られないというちょっと珍しいパターンの話でしたね。はい、では次ラスト細田いきたいと思います。